こんにちは、マサヤンです。さあ今回も引き続き語源に着目しながら英単語を眺めてみることとしましょう。まずはじめはこちらからです。さあミスですけれども、これは誤ったといったニュアンスを付加します。ミステイク、誤り、何々を間違えると。ミステイク A4B。ミステイクが A4B の形をとって A を B と間違えると、こうした意味になります。これは take A4B。これでも同じような意味を表せれます。Many people mistake me for my brother。多くの人は mistake me for my brother。私を兄と間違える。さあ続いて、misunderstand。understand 理解するにミスがついています。動詞で何々を誤解する。名詞形は misunderstanding。誤解。そして misfortune。 fortune というのはこれは運といった意味ですけれども、これにミスがついています。 misfortune 不運不幸。 misfortune 不運不幸。そして misleading。 read というのは導くといった意味ですけれども、 misread ということで誤った方に導くといった意味で、誤解を招くと、こうした形容詞を作ります。 misleading 誤解を招く。動詞形は mislead。 何々を欺くといった意味になります。 mislead all into doing。このミスリードは all into doing の形で、all を欺いて何々させると、こうした意味になります。まあ、やや難しいですけれども、ミスリード all into doing、こちらも押さえておくといいと思います。そしてですね、この all into doing を取る動詞として、まあ、必ず押さえておかないといけない。もちろん入試にも品質の動詞というのがあります。それがこちらです。彼女は父を説得して車を買わせたと。she, her father into buying a car。このポイントは、カッコの後ろに all into doing の形があります。つまり選択肢の中で all into doing を取る動詞を探すということになります。さあ、どれが答えになるでしょうか。説得しないないさせるといった意味で all into doing を取る動詞。答えは4番、トークになります。トークというのは、トークの後ろに all into doing を取って all を説得しないないさせる。さらにトークの後ろに all out of doing、これを取って all を説得しないないするとやめさせるといった意味になります。で、答えは4番、トークと。She talked her father into buying a car。 このようになります。まあ、こうしたトークを into doing、 トークを out of doing はもうかなり重要ですから、ぜひともここで押さえておくといいかと思います。さあ続いて over です。この over は過度にといったニュアンスを持ちます。 oversleep。 over、 過度に sleep、 寝ると、寝坊するといった意味になります。 oversleep、 寝坊する。そして overwork。 over、 過度に work、 働くと、働きすぎるという動詞、もしくは名詞で働きすぎ、過労といった名詞にもなります。overestimate。 estimate というのは動詞で何々を見積もるとか何々を評価するといった意味があります。overestimate。 over、 過度に estimate、 評価するということで、過大評価するといった意味になります。overestimate、 過大評価する。そして overflow。 さあこの flow をはじめとするこの fl がつく単語というのは、第1回目の動画で扱いましたけれども、 flow、 これは流れるといった意味でした。 overflow ですから、 over、 過度に flow、 流れるという意味で、これ氾濫するといった意味になります。 overflow、 氾濫する。 overflow、 氾濫する。そして overdo。 do するに over がついています。何々をやりすぎる。 don't overdo it。 やりすぎないで、無理しないでといった意味です。そしてやや難しいですけれども、 overwhelming。 overwhelming、 これは圧倒的などいった意味になります。動詞形は overwhelm。 何々を圧倒する。さあ続いて under です。 underwear。 wear は身につけるといった意味でした。 under、 下に身につけるということで、下着といった意味になります。 underwear、 下着。そして underground。グラウンドは地面です。地面のアンダー、下ということで、形容詞で地下の、もしくは副詞で地下にと、こうした意味になります。さらに名詞で地下、さらにはイギリス英語においては地下鉄といった意味も表します。アメリカ英語において地下鉄はサブウェイとなります。そして underestimate。 先ほど overestimate がありました。 estimate というのはこう評価するといった意味があって、 overestimate、 過大評価する。 underestimate、 過小評価するとなります。 underestimate、 過小評価する。そして undergraduate。 undergraduateGraduate というのは動詞で graduate from の形で何々を卒業する。さらには graduate は名詞形として卒業生、さらには大学院生といった意味も表します。まあ、こうした graduate に under がついて undergraduate、 大学生といった意味になります。undergraduate、 大学生。 undergraduate、 大学生。さあ続いて underlie。 さあこの lie 一応確認しておきます。 lie、 lay、 lane と変わって自動詞で横になる。そして二つ目の意味として存在するといった意味もあります。ちなみに lay、 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 これは他動詞で何々を横にするといった意味でした。つまり今回は、under、 下の方に lie、 存在する、何々の根底にあると、こうした意味になります。 underline、 何々の根底にある。 underline、 何々の根底にある。そして underline、 形容詞で根底にある、根本的な、といった意味になります。 an underline cause、 根本的な原因。続いて undermine。 この mine というのは動詞で掘るといった意味があります。
つまりアンダー下の方を前に掘るということで、何々の下を掘ると、まあそのままそういった意味にもなりますし、さらにこの下を掘るイメージから相手のこの土台の部分を壊すイメージで何々を弱めると、こうした意味にもなっていきます。アンダー前何々の下を掘る、何々を弱める、アンダー前何々の下を掘る、何々を弱める。さあ続いてこうしたテイクやゴーといった基本単語にもアンダーがつきます。アンダーテイク何々を引き受ける、アンダーテイクアタスク仕事を引き受ける、アンダーゴー何々を経験する、アンダーゴーラピッドチェンジズ急速な変化を経験する。さあところで前回の動画でフォアといった語源に着目しました。このフォアというのは古英語から脈々と受け継がれている前といった意味を表す接頭辞でした。画面にはフォアがつく単語を並べていますので、前回見たこれらの単語の意味が言えるかどうか少し確認してみてください。フォア see、フォア前を見るということで何々を予言する。フォーマ前のイメージで前の。The former 前者、the latter 後者。forehead 頭のフォア前ということで額といった。このように接頭辞フォアというのは前といった意味を表すわけですけれども、実は同じようにフォアという接頭辞ではありますが、違う働きをするものがありますので、それを今回紹介したいと思います。さあそれがこのフォアといって禁止などの否定的な意味を表す、こうした接頭辞が実はあります。昔の古英語においてはこうしたフォアをつく単語というのはいくつか見られたわけですけれども、現代英語においてはその多くは残っていません。大学入試レベルにおいてはこのフォビッドに関しては押さえておく必要があると思います。このフォビッドですが禁止するといった意味です。この下線にはどのような単語が入るでしょうか。彼の父は彼がコンピューターゲームをすることを禁じたと、するコンピューターゲームをするですから動詞プレイを使って、答えてみてください。さあどのようになるでしょうか。さあ先ほどもトークをイントゥドゥイング、トークをアウトオブドゥイングといった、まあ、動詞トークというのにまつわる動詞の語法の、話をしましたけれども、これも同様にフォビッドに関する動詞の語法の知識がないと、まあ、この下線に入る英語を答えることはできないということになります。このフォビッドというのはフォビッドオートゥドゥ、もしくはフォビッドオフロムドゥイングで、オーが何々するのを禁止するといった意味を表します。そのため答えは to play もしくは from playing となります。 His father forbade him to play computer games もしくは His father forbade him from playing computer games、まあ、このようになります。つまり forbid というのは all to do all from doing どちらもが取れるといったことになります。まあ、実は伝統的には forbid は forbid all to do で使うのが正しいと日本の英語教育でも言われてきたわけですけれども、近年の研究によると forbid というのは forbid all from doing の使用がますます増えているということが明らかになっています。実際日本で市販されている英和辞典においても、かつての判例は forbid all to do のして forbid all from doing に関しては非標準と書いてある辞書が、現在の改定されたバージョンよりは forbid all to do forbid all from doing のどちらもが現在は正しい用法として辞書に載っています。つまりこうした例からももう英文法というのはカチッと固まったものではなく、常にこうしたフォビッドのように変化をしている、現在も言葉というのはこう変化の途中であると、言葉は常に変化すると、まあそうしたことを感じることができる、まあそういった意味でこのフォビッドというのはとても面白い単語ということができると思います。つまり先ほど話しましたようにフォビッドというのは本来 all to do の形で使われるわけですけれども、それが all from doing の形が増加している、まあそれには一つは類推といったことが作用しているということが考えられます。こちらをご覧ください。大学入試レベルにおいても抑えるべき SVO from doing といった形を取る動詞を一覧にしています。これらの O from doing というのは意味としては O が何々するのを妨げるといった、そうした意味のニュアンスを持つことが多いです。 Prevent, Stop, Hinder, Keep, Forbid, Prohibit, Ban, Discourage, Dissuade、 これらの単語はその後ろに O from doing を取ります。O が何々するのを妨げる、禁止すると、そうした動詞というのは、まあ、通常動詞の語法として、後ろに O from doing というのを取ります。つまり forbid というのもこうした、多くの動詞が O from doing の形を取って何々するのを妨げるといった意味になる、まあ、こうしたものとの類似によって、forbid が O from doing を取るようになってきているということができます。まあ、このように O from doing といった、まあ、同じ構造を取る動詞というのは同じような似通ったような意味を持つ傾向があります。ですからこのように O from doing ということで、まあ、一覧でセットとして、整理しておくといいかと思います。さあ最後に古英語入門です。古英語入門1においては古英語時代の座について話をしました。そして前回古英語入門2においては男性強変化名詞スターについて話をしました。そして今回ですけれども男性弱変化名詞オクサについて話をしたいと思います。さあこの男性弱変化名詞オクサですけれども、先ほどのスターに比べると語尾変化が比較的少ない印象を受けます。このように語尾変化が比較的少ないものを弱変化名詞と呼びます。一方で先ほどのスターンのような語尾変化が比較的多いものを強変化名詞と呼びます。オクサ、オクサン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 、オクセナ、オクスン。さあこの男性弱変化名詞オクサですけれども、このオクサの変化の中のこの複数主格、複数対角に少し注目しています。実は現代英語の child、children に見られる複数の en 語尾というのは、実は古英語の弱変化名詞の複数語尾 an に由来しているわけです。children のように複数で en を取る名詞としては他に ox、oxen、 また brother に関しても通常は brothers ですけれども、古い言い方として brethren といった複数の言い方もあります。
ここで一点、チャイルドの複数形、チュードレンについて補足です。実は声語句においては、単数形はチュード、複数形はチュードルという、RU といった複数語尾を取っていました。そして中英語句になると、本来複数形であるはずのチュードルが単数であると解釈されるようになり、再び複数形語尾として EN が付けられて、チュードレンといった現代に連なる形となったわけです。実は偶然にも日本語でも同じ現象が起こっています。複数の意味で子供たちという言い方をしますけれども、この子供たちというのは子という言葉にどもといった複数を表す表現、そしてたちという複数を表す表現、つまり複数の表現が2個くっついているということになるわけです。このように日本語と英語で同じ現象が見られるというのは後でも興味深く思います。さあ最後に固英語作文です。下線部分にはどのような表現が入るでしょうか。すぐに回答が表示されますので、画面を止めて考えていただければと思います。さあ、答えですが、このようになります。Thar knappen etas flavus and fishes to morgen. Thar knappen etas flavus and fishes to morgen. さあ、というわけで今回はこの辺で。お相手はまさにゃんでした。